せちゃうで、そしてここを何もさらないでいいよね、確かに。よいしょよいしょ、はい、ライブ始まってるけど、あ、なんか晴れてきた、ね、ちょっと雨って言ってたけどな、ね、忘年会なんだ、忘年会、携帯どこ、ネット、11月14日か、早いね、だからね、ねちょっと21月にしたよ。始まります。はいはい、近めにね、はい、高いもんじゃない、大丈夫、うん、低いじゃん、大丈夫、これぐらいのに、うん、じゃあマイクあげますよ、はい、どうぞ。皆さんこんにちは、11月14日木曜日、時刻は14時30分を回りました。ここからゆるゆるリラクセンスの時間です。パーソナリティはうるま市石川でオイサロンオールをしています橋本芳恵です。この番組は体も心も楽しん、あ、体も心もゆるゆるになって楽しんじゃいましょうという番組です。あなたの心がほっこりしていただけたら幸いです。早速してると思いますけどね。で、今日の素敵なゲストさんはどうぞ。こんにちは、セラピストの三毛猫みーちゃんと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、お話をお聞きする前に、ですね、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 また FM コザでは YouTube ライブで映像と音声を発信しています。FM 講座のホームページから見ることができますし、ツイキャストも連動していますので、そちらもお楽しみください。ではみーちゃんさん、はいね、はい今日実はみーちゃんさんは2度目の、ね、出演なんですよね。はい、そうなんです、うん、前はもう暑い頃だったからね、5月かその頃ですか、4月か5月だったかな、ね、沖縄4月か5月で暑いですからね、はい、暑いで言えば先週セミが鳴いてたのに今週泣いてないね、やっと。やっぱりちょっとね、沖縄、さすが沖縄でも冷えてきてますね。今日寒いもんね。昨日とっても暑かったんですけども、今日はまた、ね、ちょっと下がってて。ね、風邪ひかないようにしてくださいね、皆さんもね。ね、ところでみーちゃんさんは、はい、何をおしゃべりにしに来てくださったんですか。そうですね。今セラピストとして活動してるんですけども、はい、友人のセラピストさんと、うん、10月からイベントをやってて、はい、12月もやるんですよ、はい、その告知をさせてもらいに来ました。もうぜひぜひ、はい、12月の何日ですか。12月3日火曜日です。おお、どちらで。宜野湾市立図書館向かいにある、うん、カフェビーチャさんっていうところで11時からやります。うーん、11時から14時、はい、16時まで。そうです。なるほど。どんな方々たちが。そうですね、こじんまりとした、うん、少人数で、うん、やってるんですけども、今回は美、心、体をテーマにしてやりますので、ネイルとか眉カットとか、あとボディ、内足とか、うん、そこでみーちゃんさんは何やるの。私はシンキングボール、はい、ヒーリングと、はい、マヤ歴をやります。ねえ、そう、みーちゃんさんのマヤ歴ね、結構すごいですよ。そうなんです。本当にお友達すごいびっくりしてた。ねえ、嬉しいです。うん、ぜひぜひ、はい、でこの時12月ってことで、うん、特典を2つ用意してるんですよ、はい、セッションを受けてくれた方にはプレゼント、うん、でセッション2つ受けてくれた方にも、うん、このカフェで使える割引券を差し上げることになってますので、ぜひ遊びにいらしてください。ぜひぜひね、はい、火曜日12月の3日火曜日、うん、11時から16時、はい、ね、うん、で1回目やった時に倍音楽器、シンキングボールもそうなんですけども、うん、音叉とかトング、ドラムとか、うん、それをお扉木を依頼してくれたお客様も、うん、出店者さんも全員でやったんですよ、うん、すごい好評で、うん、演奏会もみんなでお庭の方でやって、
すごい好評だったんで今回も企画してますので、うんうん、皆さん遊びに来てください、ね、ぜひぜひ行かれるといいと思います、はい、いいね、私も時間があったら行きたいな、よろしく、うん、ぜひぜひ。あとさ、うん、みっちゃんさん普段何やってらっしゃるんですか。そうですね、先ほど言いましたあのシンキングボールのボディヒーリングとか、うん、マヤ力セッションで、うんうん、カードサロがあるんでしょ、はい、これは曜日限定なんですけども、うん、でも大体も私外が好きなんで、うんうん、外で待ち合わせして、うんうん、やってますね。お外で、本当に外で、いや違います、ごめんなさい、あのシンキングボールのは、うん、あのサロンでやってますけども、うんうん、セッションはあの私がいくつか決めてるカフェがあるんで、うん、そちらにご案内したりとか、で最近は講座も始めてます、うん、どんな講座ですか。今やってるのはカード、うん、カードとマヤ力講座、カードの講座ってどんな講座、うん、あのセラピストとして、うん、あのいろんな心得とかあと実践とか、ちょうど明日があの3回コースなんですけども、ちょうど明日が3回目なんですよ。3回目はちょっと外に飛び出して、自然と触れ合って、美味しいもの食べて解放して、カードを引いてそれを読み取るの、はい、リーディングのやり方とか、私はその前にあの言葉の扱い方とかセラピストとしてのいろんなものをちょっとお伝えするのを重点的に、なるほど、うん、お伝えして、実践はね、うん、あのやればやるほど上がっていきますので、うんうん、なるほどね、はい、すごい。でもう何人の、もう方が受けられてるんですか。まだまだ、うん、あ、始まったばっかりなんで、あ、じゃあこれからですね、うん、そうですね。で今やってあの今申し込んでくれた方が、うん、ずっと私のブログを見てくれてて、うん、5月から、うん、令和が終わる前には絶対受けるってことを決めててくれて、うん、申し込みしてくれたんですよ、10月に、うん、もうそのことがすごい励みになって、うん、あ、頑張ろうと思いました。頑張ってるじゃないですか。もっと頑張ります。楽しみながらね、本当にいつも、うん、あのみーちゃんさんとはね、4年5年前、5年ぐらい前ですよ、5、6年前ですよね、5、6年前にあそこで ね、うん、はい、あそこ、あそこ、うん、宜野湾の、宜野湾のあそこね、うん、なんだっけ、なんだっけ、よく言うね、あそこね、うん、はい、なんかスピリチュアルのところでしょ、うん、あのエッセンスさん、あ、うん、あ、そうそう、エッセンスでね、お会いして、講座でお会いして、そこからですもんね。ですよね。本当にありがとうございます。不思議なご縁ですよね。あとでもね、後半でお話しますけど、この間私のリラックセンスもね、受けていただいて、はい、ね、本当に結構なんか、うん、どんなだったって聞かれるんです。Facebook にね、うんうん、私も上げて、うん、吉井さんも上げてくれたの、うんうん、あれを見てみんなが、本当、うん、今日もお疲れ様でした。でね、だってさ、うん、まあ後半喋るわ。ね。ね、あとみーちゃんさんどうですか、あと何かお話したいことって。そうですね、うん、あれ今度旅行行くんでしょ。あ、そうです、うん、後半の方に、うん、楽しみですね。そうですね。え、女性2人で、いや主人と2人で。あ、旦那様で行くの。そうですよ。あ、そうだったんだ、うん、あ、いいな。はい、荷物持ってもらいます。え、いいですね、楽しみ、うん、美味しいもの食べて、はい、ね、紅葉を見て、あ、紅葉ね、心癒されて帰ってきます、うん、ですね、うん、きっとアップするんでしょ、Facebook、 はい、楽しみにしてます。やっぱ沖縄ってさ、紅葉がなかなか、うん、見れないからね、うん、だからすごい楽しみです。だからですよね、もう実家、実家っていうかね、うん、あのふるさ、あの福島なんかすっごい、もう姉のフェイスを見るとすっごいもう紅葉なので、もうね、それが今ないのがちょっとね、寂しいんだけど。そうですよね、沖縄はそれがね、うん、ちょっとね、寂しいですね。ね、でもね、過ごしやすい。はい。実は昨日ね、私たちの結婚記念日だったわ。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、なんかいろいろ喋って、あの、もう何年だみたいな感じで。で、やっぱりこう、沖縄来たのね、話とか、これから、もう私たちもこの先を考える年だしみたいなでいろんな話をしたんですけどね、なんかそういうじっくりとしたゆっくりとした話ってね、あの大事ですよ ね、 本当にそう思います。ましてや旅行しながらだから、はい、ずっと一緒だから、うん、いろんなお話が旦那様と、ね、喧嘩しないように頑張ります、まあ、喧嘩するのも仲良い証拠ですよ、ね、はい、楽しみ、おいしいものも食べてきてくださいね。うわ、いいな。一人で行く。
私はね、そうそう、その来週再来週に台湾、台北に一人で行くの。それがすごい。そうよ。すごいですよね。もうなんかしない、本当は3人だったのが1人ほどになってしまって、ちょっとね。でもそれを結構する吉井さん、すごい、うん。挑戦してみます。もう泊まるのもコースもみんな決めてるわけ。素晴らしい。ね、楽しみにしててください。でも楽しんで旅行すと、うんうんね、一人でも吉井さんは、ね、やってきますよ。どうしよう、まん丸になって帰ってきたら。あっち美味しいですよ、美味しいのがいっぱい、量もすごいから。やっぱり、うん、そうなのね。うわー、ちょっと覚悟していきますね。でも楽しんできてくださいね。、うん、ですね、楽しみですね。本当にあとどうですかね、うん、そうですよね。あとはそうだな、なんだな、あと何かお話したいこと、何だろう、何だろう、何だろう。あ、にゃんこちゃんあるじゃん。この間にゃんこちゃんのすごい面白い話があるの。その前に今日、え、何、あのうち三毛猫の花ちゃんっていうんですけど、うん、飼ってるんですけども、うん、今日がうちの子記念日なんです。あら、そう、おめでとうございます。今日帰りにケーキ買います。あら、でも私が食べます。本当のケーキなんだ。そうで、いつもあの、うん、何歳ってろうそくを立ててお祝いして、うん、じゃあって私が食べてます。おっちなんだみたいな。うちの子綺麗なんですよ、ね。うん、ほら、あの花の話、にゃんこのにゃんこのおもちゃの話。あ、そうなんですよ。フェイスブックで、うん、にゃんこは全員大興奮でキリキリカミカミするっていうおもちゃを買ったんですけど、うんうん、あのな、魚の形したね。で、足クククククってやるやつね。中になんか猫ちゃんが好きな、うん、またたび、そう、またたびっていうのを入れてやるんですけど、うん、反応せず。超寂しかったです。全然全然なんでしょ。全然見向きもしない。もうだから背中にちょっと乗せたりとか。私が遊んでくれませんでした。またたびってね、みんな好きじゃないのかね。いや、好きなんだはずだけど、あれは嫌なのかな、緊張したのかね。緊張、見たも、見た時ないの。緊張でもないし、本当に興味がないって感じです。その後も全然、全然。うわ、でもあるある、本当に寂しかった、うん、キリキリするの見たかったんですけど、ね、大興奮ね、するのね。大興奮しない子なんで、楽しみにしてたんですけど。うちのくーちゃんも、うちの猫飼ってるんですけど、くーちゃんね、ちょっとネズミっぽい、ちょっとあの、なんかの羽で作ったネズミをあげたら、すごい最初食いついたんだけど、今全然だね。ほんとに慣れちゃうのかな、ね、慣れる前にあのご対面から興味なしでした、私は。そっか、まあ、ね、きっとね、興味あるものは出てくる、出てくるはずでしょう。お家にあるなんか私のあの携帯についてる紐なんですか、 あれだけ、それが反応するの。やってほしくないでくれるんですよね。あ、そう。え、何歳なんですか。ね、8歳8歳。あ、うちのくーちゃんと一緒だね。え、合わせたい、ね、え、く、あ、なんだっけ、みーちゃん、みけ猫の花ちゃん、花ちゃん、花ちゃんはどこで寝ます、いつも夜。私のベッドのもうだいたい頭の方、頭の、うちは私の脇の、泣いてましたね。そう、ここに私の腕をね、枕代わりにして寝るの。いいな、いいな。ほんとそんな感じ。もうね、皆さんもね、あの猫ちゃんワンちゃん飼ってらっしゃる方はきっとわかると思う ね、 ね、 ね、かわいい。話が止まりませんよ ね、 ね。本当に。じゃあね、あと後半に行きましょうね。はい、はい、じゃあコマーシャル行きます。くーちゃん8歳の、くーちゃんとってもなんか穏やかな鳴き方するよね。そう、お腹空いても、あ、そうそうそう、控えめにお腹空いても暴れないで。でもね、チャカってチャカってくるからね、爪が、うん、あと通り過ぎると猫パンチ、足猫パンチってやるから、ね、今猫パンチしたんだみたいな。可愛いのね、見るしね、なんかあれが性格が違ってて、ね、あれ何分まで、56分まででしたよね。うん、ね、56分までだから、55分、54分ぐらいに、どうでしたかぐらい、うん、最後に、ね、で、また最後に行ってもいいですか。うん、そうそう、いいですよ。すごい、ね、で、うん、ここね、うん、YouTube から行きます。
はい、後半行きましょうね。あの、三毛猫にみーちゃんのみーちゃんさんです。はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。前半ね、にゃんこの話で盛り上がって、はい、じゃあ後半はさっき言ってたリラクセンスボディセラピーのスペシャルリラクゼーションをこの間に受けていただいたんですよ。本当にスペシャルでした。ね、うん、すごいね、はい、3時間、4時間4時間以上だったかな、私寝ちゃって、うん、寝ちゃった起きなくて、すっごい熟睡してましたよね。そうね、記憶にないからね。まず最初にタピグダッチをやってリラックスしてもらって、うん、で次にゆらゆらリラクゼーションリラクセンスをやって、そのままフリーに行って、本当に足のね、あの足首のっていうか、すねのっていうか、足首とかね、すねとか、もう本当にこうやったらどん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 変わって、そう、そしてあの足が伸びたよね。そう、うん、伸びた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 って分かんないけど伸びたんだよね。まっすぐだったのね、うん、うん、でそしてそれで緩んだからこそ最後の大人のおくるみが、足がもうちょっとね、こう自由にちょっとキュンって、なかなかねちょっと曲がりにくかったんですけど、うん、気がついたらどんどん曲がってって、ね、まあ、大人のおくるみって、うん、すごいちょっと怪しいんだけど布に包まれてるんですよ全部。子供がおくるみのように包まれるように大人もくるまれるのね、うん、もう全部ちょっと伸び縮みする生地なんですけど、 それにねこう全部スポッて入って、はい、それで本当は足が入らないかななんて思ったんだけど、まっすぐかなと思ったら綺麗にね足も曲がってきてくれて、うん、で最後ちょっとゆらゆらとかリラクセンス的にちょっと揺らしたりとかして、で揺れる椅子があるんです、あのソファーがね、うん、その上でねゆらゆらしたら、途中からでも意識なくて揺らしてもらってるの、あの動画、うん、吉井さんがアップしてみて、あ、揺らしてくれてたんだって感じだった。あ、そう、うん。で、終わった後どうでした？もう、なんて言うんだろう。さっぱりっていうか、なんて、あ、もう寝たって感じ、ね、うん。なんか皆さんいます。すっごい寝たって、うんうん。うん。時間的にはそんなにね、1時間以上とか寝てないんですけど、うん、深、とにかく深く入ったって感じですね。うん、だって3回、4回呼びかけても起きなかったから。寝る気満々にね来ましたからね本当に寝ちゃいました、ね、うん、でもこれ最後のさ、うん、普通はこうそういったのを受けた後にちょっとだるさが残るんだけど、うん、残らなかったって。そうですね、家に帰ってもこのようなすごくぐっすり眠って、うんうん、何日も月曜日に受けたんですけども、うん、受けた後からは、うん、夜がね、うん、すごい寝やすくなったんですよ。本当、うん、結構眠り浅い方なんですけど、うん、結構ぐっすり眠るって、やっぱりさ緩んでどんどんこう回って循環したんですかね、はい、まだ続いてるんで夜ちょっと早く眠りたいぐらい、あ、本当、うん、寝つきも悪い方だったんですけど、すごいね、うん、なんか本当でもあるリラクセンスあるあるなんですよ、うんうん、なんかね、皆さん言ってくださる、立ってば立つほどなんか実感できるっていうのか、うん、もちろんその当日も気持ちよかったんですけども、うんうんうん、寝過ぎた後もなんか感じられるかなって思いました、うん、すごいね。じゃあ旅行行って遊んできた後もぜひ、はい、お願いしないといけないですね、また緩ましてね、本当に。でも本当ね、何人かこう受けてくださってるんですけど、皆さん本当に最初あの大人のおくるみがね苦しいかなとかどうかなと思ったけど、ね、包まれた瞬間もう全然そんなの関係ないって、うん、私も最初そう思ったんだけど、うん、ちょっと苦手かなって、うん、でも寝てましたよね、リラックスしてましたね、はい、だからなんかくるまれるっていうのは大人でも子供でも関係なく、うん、居心地がいい安心感、うん、すごいそういう風に受けてよかったですよ、うん、大人は気持ちいいんだけどやっぱり子供も気持ちいいんだ ね、そうですよね、なんか安心感っていうのかな、うん、やっぱ包まれるっていいんだね、うん、本当にね、うん、究極の癒しでしたね、すごいな。でもそれを客観的に動画見ると怪しかったです。そうそうそうな、怪しいんだけどでもね、怪しますの、ね、大丈夫ですよで本当に今だとちょっとモニターさんも募集してます、ね、本当にね、通常よりも全然安く、はい、ね、だからそのモニターさんの条件としてはあの感想をいただくのと、あのこんな風にしたらいいんじゃないのというアドバイスもいただけたらなと思うので、うん、それを条件にあのモニターさんなんていただきたいの10名ですね、今10名
まだ大丈夫ですか？はい、うん、お友達にも話してなんかみんなね、うん、興味津々に本当フェイスブック見てもなんか、うん、見たよとかね声かけられたりしてるんで嬉しい、おすすめです、うん、ぜひぜひね、あのいらしてみてください。もうその他にもねいろんなものがあるので、あのその、スペシャルリラクゼーションは4時間ぐらいだけど2時間のとか1時間っていうのもあります、うん、その中から好きなのだけ、お車でだけやりたいとかゆらゆらだけやりたいとかって言っても全然 OK なので、それはそれで受け付けます全部ねすごいリラックスできるんで、うん、うん、ね本当にで本当にね、なんて言うんだろう、こうこの間もねこう本当に受けてくださいましたけど、最近思うのは、うん、やっぱりこう緩ませても、うん、また癖があって、体の使い方の癖があってまた戻っちゃうじゃないですか、はい、でまた緩ませてもらってまた来るじゃないですか、はい、やっぱりその人の癖があると思うんですよね、うん、だからその癖を知ってそれを気づいて、あ、自分の癖こうなんだねって言って、うん、それをじゃあ改善するのはどうなのかな、こうかなかなっていうのをやらないと、うん、ずっとエンドレスにね、もんでは緩ませてはこって緩ませてはこっていうのを繰り返しなのかなと思うので、だからほんとなおさらやっぱりね、あのリラックセンスの10回コースのそのね、うん、歩き方までできるっていうのが本当必要なんだなと思いました、うん、自分と向き合えるっていうこともあるかな、うん、ね、どうですよね、自分と、うん、昨日実はリラックセンスの勉強会、あ、練習会だったんですよ、うん、あの前半4名と後半7名でやったんですけど、うん、本当いろんな体がいて、でもいろんな人がいるけど、あの本当に人変えてやるんですけどね、そうすると人が変わるとやっぱり変わ、ね、受ける側も変わるし、うん、あのやる側も変わるんですけど、でもどんな人でもどんな体でも体に聞けば絶対答えてくるんですよ、うん、本当にってことを最近また腑に落ちて、うん、だから焦ることなく、だから反応がないのも反応なんですよね、うん、で思えば焦らず、じゃあこのから聞かせてね、どうなのって言って、じゃあどうなのかなってね、そこで寄り添いができて、うん、結果緩むんだろうなって、うん、だから落ち着いて聞けば絶対答えてくれる、ね、私の体もすごかったですよね。ね、本当すごかったね。でもなんか私は気づかないけど、体はそういう動きをしたいんだなってことを私も知ることができて。そうね。だから逆にいいのかな、あの本人も。確かに。え、これ吉井さんがしてるじゃないですかって言われるんで、うん、してないしてない。これ最初はね、私もそう言いましたよね。うん、えって感じで。今この体がしたい動きなんですよ。吉井さんがその言葉を聞いて、だから変な動きしても、うん、ああ私これやりたかったんだみたいな感じで、うん、自己承認みたいな感じでもなったんですよ、うんうんうん、だからそういう体との向き合うことで、うん、すごいリラックセンスはいいのかなと思いました、うん、 そうね、そして、あ、こんな動きでもいいんだってなるのが、今度やっぱ心にもね、うん、なんていうの、そうそうそう、いいんだってね、うん、解放、うん、解放、それは緩む、そうだね、きっかけにもなるのかな、うん、そういろんな格好しちゃったから私それも OK みたいな感じで、うん、そうね、うん、体と心も解放ね、はい、おー、いいじゃない、リラクセンス、リラクセンスすごいですよ、すごいですよね、本当自分でやっててすごいなと思う、ね、強く揉むとかではないのに、うんうん、すごいリラックスできる、私すごい、ね、分かって硬いし、うんうんうん、あの緊張しでもあるから誰にでも OK ではないんですよ、うん、だけどなんかリラックスなんですよね、うん、最初は緊張してもなんかだんだん緩んでくるのが分かるんで、うんうん、ね、吉江さん効果もあると思うんですけれども、ね、そうですか、はい、ありがとうございます、あの素敵なサロンと吉江さん効果もすごい絶大です、クーちゃんの力もクーちゃんね、クーちゃんがね、あの、そうそう、あの手伝ってくれたんです、そうね、分かんなかったけどね、いちゃったの、ね、足の間に寝てくるのね、そうそうそう、嬉しかった、ハナはなかなかやらないからなんだね、うん、でも本当にどんな方、この間すっごい、うん、私より大きい男性で、うん、もう体格のいい方を、うん、あの疲れたからちょっとやってって言われて、いいですよって言って何も言わずにもう腕は上がって、その人強くないとダメなんですって、うん、ところが
私も最初そうだったから。で腕が上がって終わったら、あれ、うん、確かに軽いって言ってくださってね。だからどんな人でも OK なんですよね。ねえ、いやもうなんか終わりになっちゃう。あ、そうそう、終わりになっちゃうけど、はい、あ、これ、あ、来週のゲストさんだけ言っとこう、忘れちゃう。あの感想聞く前に、来週はですね、来週はあれはい、リエさんです。あの中田理恵さんです。横浜在住の方で、あのタッピングタッチをね、うん、あの理恵さん、そう、理恵さんが来るの、そう、来るので、またお楽しみ。もうね、天使みたいよ、あの人ね、穏やかな素敵な方でしたよね、うん、でも分かんないような方でも楽しい方ですね、はい、今日どうでしたか。はい、結構緊張せず喋れて、うん、ね、ありがとうございます、はい、で最後にもう一度、そうそうそう、はい、来月の12月3日に宜野湾市にあるカフェビージャさんでイベントをやりますので、イベント名はアマテラス、すごいお庭に素敵な島と練り子の木の下でっていうのがあるので、そこも見ながら、うん、ぜひ癒されに来てください。はい、来てください。じゃあ今日も入ってくださってありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたいらしてくださいね。はい、呼んでください。じゃあね、バイバーイ。はーい。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。そう、お姉様っか見てから、あ、行ったんだ。